接続を確認中です。あ、スタートしてます、はい、今お知らせを送ってます。はい、すいません、遅くなりまして。遅くなりまして、ほほ、今送ってるんですね。はい、あ、少しずつ皆さん入ってこられました。お待たせしました。申し訳ありません。日曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。明日、明後日でお休み取られてる方ってどれくらいいるんですかね、今ね。そうですね。意外となんかいない気がしてて。割となんか、まあ、東京のウエストのお店に来てるぐらいだから、なんかね、大きい旅行行くとかって人があんまりいないんだろうけど、そもそも。そうですね。うん、確かに確かに。取ってる人はもう出かけちゃってるんだろうね。どこ行ってるんでしょうか。最大で9連休ですからね。うわー、いいな。天気がちょっと心配ですが、なんかギリ持ってるぐらいの感じでちょっと降ってたりするけど、今日とか。なんか来週の日曜がまた危ないんでしたっけ ね。まあまあ、でもゴールデンウィークってなんか夏とも違うちょっと独特の高揚感があって面白いよね、うん、なんかね、街中がね。いいなぁ。はい。はい、そろそろ。やりましょうか。はい。はい、じゃあ、こんばんは、ザ・ウェフトの田中です。こんばんは、ザ・ウェフトの小川です。よろしくお願いします。はい、というわけで昨日もお知らせしたんですけど、まあゴールデンウィーク、イエーイ、大型連休、ウェイ、ゴールデンウィークって NHK とかだと言わないんだよね。え、そうなんですか。大型連休って言うのね。もともとなんか映画会社、配給会社がゴールデンウィークって名前を定めてるらしくて、はい、あ、そうなんですね。そういう話知らなかった。 NHK 見るとゴールデンウィークじゃなくて大型連休って言ってる。へえ。そんなトリビアから始まる今日のインスタライブ。田中さんっぽいですね。で、なんか昨日もお知らせしてたんですけど、まあ連休中はちょっとできる、日程のところはできる限りインスタライブをして、まあ春夏のアイテムいろいろ入ってるのでいろいろご紹介していけたらなと思うんですけれども、はい、今日はシアサッカーリラクシングシャツっていうアイテムをご紹介するとともに、先日ジャーナルで申し合わせしてたんですけど、ちょっとそのカーリーとちょっと面白いコラボが1件あって、まあ、それは、まあ、柏のクラブで、活躍するですね、プロサッカー選手の小島幸郎選手っていう方がいらっしゃるんですけど、今僕らその方と一緒にものづくりをしていて、でその流れでこの今言ってたシアサッカーリラクシンシャツっていう、まあ、このシャツジャケットですねを、まあ、ちょっとコラボで特別バージョンっていうのを作ってたりするので、まあ、一緒にご紹介できればなと思います。はい、はい、で、まあジャーナル見ていただいている方はもうご覧いただいたかと思うんですけど、すごい爽やかな選手で、うん、単純にイケメンなのでかっこいいですね。まあ本当に今柏で、4年ですかねくらい活躍されている方で、昨日の試合とかも出られてましたけど、まあ、ちょっとひょんなことから縁あって、その辺はまたブログでもねいろいろ見ていただければなと思うんですけど、まあ、ちょっとこうサッカーとなんかものづくりっていうのを組み合わせた上でちょっとこうサッカーを通した、まあ社会貢献だったりとか、もちろん事業っていうのを展開していくアフィルっていう会社を立ち上げられて、でそこのもう僕らは初めにものづくり一緒にやろうって話になって、でそこでまあ最初に実際カーリーとそのアフィルさんでダブルネームというかコラボレーションしたような商品で、とはまあ今回はすごく簡単な形でその豊島選手が気に入ってくれたこのアイテムに、うん、アフィルのネームを入れて、ここに刺繍をね入れたようなモデルを作成しました。で、まあ、今正直こっそりというか、うちのその工場と豊島選手で、はい、せっせとものづくりのプロジェクトっていうのを実は進めているので、まあ、多分今後お知らせできることとかもいろいろ出てくるんですけど、それはカーリーではなくっていうことなんですが、まあ、ちょっとそういった形でねなんかいろいろできればなっていうことで、やってます。で、今後ちょっとのジャーナルの方では豊島選手と撮影もしながら、柏周辺で撮影しながらインタビューとかもさせてもらって、まあ、それをちょっと多分今週どっかでは出せるんじゃないかなと思うんですけど、掲載したりとかして、でもそこでお話いろいろ聞いてたんですけど、まあ、この商品っていうのをねとりあえず気に入ってもらえたっていうところで、うん、まずこの商品の魅力をね伝えていきたいなと思うんですけれども、まあ、シアサッカーってもう夏の定番素材、うん、まあ、特にメンズだともうほんと夏の涼しい素材としてやっぱり有名な素材で、まあ、昔だったら本当にシャツとかジャケットとかでよくシアサッカーとかねいう感じだったんですけれども、カーリーではそのシアサッカーっていうのを
まあ、ニット素材からシアサッカーニットって素材を活用して、よくアイテムを作ってたんです、まあ、ちょっとずつこう素材に変化はあるんですけれども、基本的にですねこういう、まあ、ウネが入ったような凹凸感のある素材で、まあ、めちゃくちゃ軽いのと、これはニットなんで伸びるんですよね、すっごく伸びる、うん、でもなんかパッと見た目パリッとしてるんですよね、形もシルエットとかもすごいパリッと出るし、そうですよね、そうそうそう、この辺とかねっていう素材を使って、でこれまで割と T シャツとかパンツとか何個作ってたかな、結構いろいろ作ってて、うんうん、で今季は、まあ、ちょっとこういう夏に羽織れるシャツジャケットっていうのを作りました。前のインスタライブでもちょっと軽く紹介してると思うんですけど、あのこの辺とかはあの企画の会議の段階であの僕もちょっと参加してるので、はい、まあ、春先から真夏でも着れるぐらい の, あのそういう羽織りがないかっていうので一応提案をしてて、でこれもともと結構もうちょっとね要素が多かったのアイテム、ほう、もうちょっとブルゾンっぽくて、はいはい、なんかいろいろついてたの、ドローコードとかフラップポケットとかいろいろついてたんだけど、そんなにいらないっていう話をして、はい、もっとこうシンプルにさらっと着れる、うんうん、そこをちょっと重視したいからっていうのでこの形になったっていう実は裏話があったりもするんで、裏話があるんですね、だから相当削ったりとかしたんだけどすごくいい仕上がりになってて僕も楽しみにしてたアイテムだったんですけど、まあいわゆるまあシャツとは言ってるんですけど、こういう風にちょっともう前開きで着れる、まあ、シャツジャケットっすね、うん、で結構これうまくできてるなと思ったのが、まあ、前がこういう外付けのポケットになってるのでジャケット感あるんですけど、意外とね前を閉じると、まあ夏物のあの本当にオープンカラージャケットっぽい雰囲気にちゃんとなるっていう感じがすごい気に入っていて、うんうん、そうこれね、で僕はまあおすすめとしてはこの素材袖元とかも実は、まあ、こういうちょっと見てみようかな、タックをね見えるかな、タック入れたりとかしてるんですけど、袖回りこれしっかりした袖回りに見れて、先ほど言ったようにすごく柔らかい素材なのでめちゃくちゃこうロールアップしやすいんですよ、で僕結構シャツとかは腕まくって着る習性があるので、まあ、こんな感じでちょっと着崩しで着たりもできる素材です、うん、でこのニットシアサッカーが実際にまあ軽くて着用しやすくて、まあ、こういう風になで、こういう風にねロールアップしててもシワにならないんですよね、素敵、くしゃくしゃってしてもパリッとしてる、でこれ洗濯しても同じなので、うん、ものすごく速乾性も高くてってことは、まあ汗かいてもすぐ乾くし、だから夏場とか結構こういうスタイルで軽めのカーディガンみたいな感じで着ることが増えるだろうなと個人的には予想しているアイテムになります。でまあシャツジャケットなんでこれをインナーにっていう着方もいいんですけど、個人的にはまあ羽織で着るかタンクトップでこれで1枚とかね、うん、そういう着方が個人的にはおすすめです。だからそのこの前そのそれこそ豊島選手とこの別注のジャケットの写真撮影をしてきたんですけど、なんかあのねうちでコラボ商品作るってなったら普通はねもっと他のひょっとしたらパーカーとか T シャツとかに行くんじゃないですか、はいはい、確かに、でなのになんでこれだったんですかみたいな話をそれこそインタビューの中でもしてるんですけど、はい、まあやっぱ素材の質感が面白かったっていうのは結構言ってて、でまあやっぱりこのこれもそうですね、着崩しもしやすいし、うん、とにかく便利で、実際僕もこれもう買ってるんで、あの着てるんですけど、こういう風に前開きで着てもいいし、今の時期にもちょうどいいし、夏でも着れるし、本当に便利で汎用性が高い、うん、ある意味すごいカーリーっぽいアイテムなんじゃないかっていうところでこれを選んでもらったっていうのと、あと見た目的にも面白いって言ったかな、やっぱりシアサッカーの素材って見るから、ね、あ表情が、そうそうそう、というところで注目していただいた。だからなんかあのアスリートだし、結構ね散歩したりとかね、お子さんとね散歩したりとか、はいはいはい、そういうことがあるらしいんだけど、まあ、こういうのだったら、まあ、汗かいてもすぐ乾くし動きやすいし、で実際にちょっとボール蹴ったりとかもしたんだけど、はい、まあ、そういうのも全然ストレスもないしっていうところで、あのすごくねあのパリッと見えてすごい動きやすいやつっていうところでおすすめのアイテムになっております。ちょっとね、いろいろね、あんま詳しくは言えないこともいっぱいあるから、なんか慎重にはなるんですけど、そうですね、まあ、本当にプロのサッカー選手と直接触れ合ってね、いろいろものづくりをするって、まあない経験なので、そうですね、なかなかすごいね、面白いんですけど、話聞いてても、いろいろ考えてらっしゃるし、で、アフィルっていう、その、まあなんか、基本的にものづくりをやっぱ通してっていうのをやり
たかったの、なんでだって話を聞いてたんだけど、はい、結局そのサッカーを広めたいし、サッカーを通じてなんかいろいろ授業をやりたいってこともあるんだけど、サッカーに興味あるなんか人だけじゃやっぱりなかなかいろんな仲間を増やしていかなきゃいけないっていう中で、うん、まあ洋服もそうだし、なんか雑貨とかも考えてらっしゃるらしいんだけど、うん、そういう雑貨作りだったりとか、まあ、そういうものづくりを通してちょっとこうきっかけは増えていけばいいなって、派生するような形で増えていけばいいなっていうところで、なんか結構そのものづくりっていうのがピンときたらしくて、でプラスまあ日本の人たちを応援したいって気持ちもあるので、できる限りこう日本の日本製にこだわってそういうのをやっていきたいというところで、あのうちを選んでもらう。でしかもうちのユーザーだったというか、あの今柏のチームにいらっしゃるんですけど、前はその前は一番最初に新潟の、はい、そうチーム、あのうちの地元か、はい、新潟のあるクラブ、あのクアルクラブにいて、その時にそこにあったあのうちの取扱いのエッセスさんっていうセレクトショップでパーカーをたまたま買ってて、ですごい愛用してて嬉しい。でいろいろ調べたら、うちの工場が川北縫製っていうところでやってるんですけど、まあ、そこの工場のことだったりとか学んで作ったっていう裏があると。お、こんばんは。カーリーが考えたオリジナルサッカーユニフォームとかいいですね。欲しいって。できるのかね。確かに。でもなんかちょっとそういう他業種の人とか、あのどうもなんかいろいろこうコラボレーションじゃないですけど、なんかこれをこのまずコラボレーションきっかけに他のこととかも広がればいいなとか思ったりとか、うん、もちろんそれはカーリーの個性をね消さないように、カーリーらしい形でできればなと思うので。なんか展開できれば嬉しいなと思いますけど、まあ、まずちょっと試合見に行かなきゃなと思ったりするんですけどね。行きたいですね。近いっちゃ近いからね、柏なんて。大声で応援したい。今も声出し OK だからね。あ、サッカーでも全然余裕で。そういうのもあるのか。昔の時はね、そうだったと思うんですけど。でも面白いですよ。なんか見方がね、いろいろ洋服の見方も違うし。うん、でサッカー選手って結構おしゃれな人も多いから、そうですよね。なんかイメージ的に。サッカー選手でブランドやってる人もいるしね、うんうん、そういうのがありましたよっていうお知らせだったんですけど、まあ、そもそもこのアイテム自体が僕は結構おすすめで、そういう話が上がる前からずっとこれはあの買おうと思ってたやつだったんで、あのすごいいい感じです。で本当ね、めちゃめちゃ本当ね、めちゃくちゃ伸びるのよ。すっごい伸びるんだけど、すごい戻りも良くて、伸びっぱなしにもならないし、肩崩れしないですもんね。全然しない。これはあの過去にやってるものとかもそうなんですけど、本当にね、炎天下だったら即家具には、夏とかだったらわあ、マジで便利、すごく乾きも早いし、まあでも個人的にはこういう引き寿司だね、やっぱりちょっとロールアップしてラフに着るっていうのが結構おすすめで、なんか女子が着ても可愛いんかなと思ったりもそうですね、するんで、いろんな方に着ていただければなと思います。でね、あのこういう表面感シリーズでいうと結構今期はちょこちょこあるんです。そうですね、今だと容器とかするね、これも前も紹介してるんですけど、そうですね、これとか最近入ってきたばっかりの T シャツ、これこれなんかはこれもなんか制作秘話でいうと、はい、まあもともとシアサッカーのこの辺のやつやってて、で今回シャツジャケでやるし、なんかもっとこう夏っぽい表面感の素材で実際に涼しくて、うん、ただデザインはこうシンプルにまとめられるようなものがないかなっていうところで、これこのアイテムができたってところがあって、はいはい、だから去年はシアサッカーの T シャツやってたけど、今回はこう洋流で T シャツも作って軽い羽織も作って、で本当にこれもねめちゃくちゃ伸びるニット素材だったりするので、結構夏特にハイサマー向けというか夏向けのアイテム今ちょこちょこ入ってきてますけど、表面感が特徴的なものが多くて、でただこういう割と個性的な素材見た目のものはデザイン自体は結構ベーシックにしてるっていうか、あんまり要素を付け足さすぎないようにしてます、はい、だからカーディガンも、まあ、細かいところではいろんなデザインがあるんですけど、結構ベーシックな形、素材感一発で勝負できるところで、パンツも展開して、それはちょっともう完売しちゃったのかな、うちは、はい、なんですけど、もうベーシックなツータックのスラックスにしてたりとか、まあなんかあんまりこうカーリーはそんなにこう要素を2個3個いっぱいっていうよりは、一つの特徴を生かしつつ他を抑制したりとか細かいディテールにこだわるとかして、個性を出してくっていうことをやってるので、この辺もだいぶチェックな感じです。
っていう変な感じで、要チェックな感じで変な日本語になってしまう、チェックな感じですよ。まあ、そういうですねアイテムがやってますよというところになります。でちなみに僕今169cm63kg でこれもサイズ1です。おだからサイズ感としてはねちょっとゆとりある感じですね。そうですね、着丈はそんな長くないんですけど身幅は割とたっぷりとってて、うん、まあいわゆるボックスのシルエットで、だから結構これも確かなんかサイズ別で着用したジャーナルとインスタ書いてるんで、ああります、ね、123で着た時の雰囲気ってのも変わるので、それもまあブログだったりとかインスタにも載っけてるので、印象変わりますよっていうところをご覧いただければなと思います。あ、これからの時期使えるおすすめのパンツはございますか？パンツか、その後ろじゃないですか。まあもうこの辺、まあ、僕履いてるのも今一応おすすめですね。履いてきたばっかのアイテムですけど、これリネンの、リネンのあのパンツで、昨日もちょっと実はインスタライブで着てたかな。あー、セットアップで着てましたね。リネンブレンデッドのシリーズで、このシャツと一緒にこうセットで着用できるアイテムなんですけど、まあ夏のセットアップ用のパンツって言ってるんですけど、まあ、そうでもなくて普通に結構履ける。でこれ今僕裾絞ってるんですよ。ドローコード入ってて、はいはい、基本ワイドシルエットなんですけどドローコード入ってるんで、なんかシルエットの変化も楽しめて、で同時にねこの辺の耳裏毛スウェットの、うんうん、これかなりイージーな仕様のパンツなんですけど、この辺とも太さ似てるんですけど、うん、こっちの方が僕履いてるやつの方がよりスラックスっぽいディテール、タック入れて、ウエストこそ前開きボタンとかはなしでドローコードつけてるんですけど、基本的には太めのスラックスみたいな形で仕上げてるの で、うんうん、で質感もまあリネン でかといってなんかねあんまケバケバしたリネンじゃなくて割とスッキリ系の上品なところなので、うんうん、ここからの時期にはすごくこれおすすめです。でこれとあとおすすめで言うとショーツですね。あーいいですね。ショーツもう一つも入ってくるんですが、こちらテックスブリッドっていう糸を使った、ショーツなんですけど、これもね、まあ、スラックスを切ったような感じのデザイン、ぶった切ったようなショーツですね。タック入れてて、でただこれはこれもですねベルトループはなしにしてて、うんうん、でバックイージーでフロントに紐があるような感じで、これが結構テーパードっていうよりはむしろワイドショーツですね。ワイドシルエットのショーツで、これもねなかなか収まりが面白くて、履いて膝上ぐらいかな、膝丈ぐらいのやつなんですけど、僕ね正直1から3まで全部履けたぐらい。どれもなんかいい感じですよね、うん、どれも結構ね雰囲気よく着れるので、これは実際に着用してみてもらった方がいいかな。まあオンラインストアのには着用の画像とか載ってたりもするので参考にしていただければなと思うんですけど、このパンツも相当おすすめですね。素材としては実はコットンじゃないんですけどスウェットなんですね。こういう素材なんですけど、普通のスウェットイメージしてると着心地全然違います。あめちゃくちゃサラッとしてますこれ。なんかね、なんだろう、なんかほんとねパリッとしたスイムショーツとか履いてるぐらい爽やか でそれより全然伸びるのですっごい楽なんですよ。なのでこっからの時期、まあ、まだ真夏には早いんですけど、逆にこうロングスリーブ、それこそこれとかとロングスリーブかけるショーツみたいな、いいですね、今でしかできないコーディネートとかもこれで楽しんでもらえればなと思ったりもするので、そういう意味では今の時期だとこの辺すっごいおすすめですね。いいですね、ストレスなく着れそうって。いやすごいめちゃくちゃ良いっすよこれは本当に。なんかせっかくだから履いてみるか。お田中さんフィッティングへ。こうだから小川さんが遊んでくれますんだ。嘘、何して遊びましょう。小川さん的におすすめの夏のパンツですか？こっからの時期、からの時期のパンツ、今まあリアルタイムでもいいと思うんだけど、こういうの着てもらいたいなとか、男性とか。でも最近それこそ今履いてるショーツ系、なんか30代40代の方履いてるの見るんで、流れに乗っていただきたいなっていうのもありつつ、ショーツを着る。あとなんだろう、でも今日私リネンのさっき田中さんが見せてた履いてたやつ
あれお客さんが絞って履いててサンダルと合わせてっていう話をしてて、うん、あそれすごい素敵だなと思いました。なんか軽そうだし軽いですね。そう、あとなんかすっきり見えた。太いパンツだけど裾を絞って、うんうん、サンダルと合わせてっていう話をした時になんかそんなストレートシルエットだけどそんなダボついてないって言えばいいんですか、うん、そんな風に見えなかったから、ああ素敵だなぁと思って。なるほど、あれは着てほしいですね。あ、帰って来られました。お帰ってます。これお帰りなさいませ。これ一番なんですね。で正直ちょっと落とし気味で履いてるかなぐらいです。おお。いけるとこれくらいなんですけど、まあ、これくらいで履きたいかなって。いいですね。なんかね、あの僕結構足が太めなんであれなんですけど、ワイドなんでちょっと足綺麗に見えるのかなっていう感じは。あ、確かに。で一番がまあジャストサイズなんですけど、うん、結構緩めで履いてもなんだろうな、なんかあの T シャツのボックスシルエットの T シャツにちょっと雰囲気似てるのかなと思って、コーディネートの楽さで言うとボックスシルエットのあのアイテム、まあ、このシャツジャケもそうですけど、正方形に近いアイテムになればなるほどサイズの上下が割と楽になるんですけど、まあ、このショーツもそんな感じかなっていう感じですね。割とこう平置きすると正方形に近いようなシルエットなので、あの比率が大きくなっても縦横が変わらないので、サイズアップしてても違和感が少ないっていう、あのそういうところがあるので、まあ、お好みのサイズで履いていただけたらなと思います。結構爽やかに着れるので、これそれこそロングスリーブとあのショーツって、まあ、今しかできない、まあ、夏だとなかなかやらないコーディネートができるので、こういった形でもお楽しみいただければなと思います。その袖下ろした感じいいですね。なんかバランスがね、うん、ちょっとこう上はにこう重心が入って、そう下がスッキリみたいな感じのバランスは、まあ、この時期ならではかな。ゴールデンウィークはね、結構毎年そういうおすすめをしてるんです。ショーツとロングスリーブ合わせて、ロングスリーブの、まあ別にジャケットでもいいし、ミニューラケのこういうね、T シャツとか、結構その、もっと言うと本当はパーカーとかでも僕は好きなんですけど、フードパーカーとショーツみたいなとか、ちょっとミスマッチな感じを楽しむっていうのは、こういうあの中間の季節にしかできないので、あのその辺を楽しんでいただければなと思います。あ、それ履けるように頑張って痩せますって感じ。どんな方でも大丈夫ですよ。大丈夫です。あのこれね、さっきも言ったけど、ベストめちゃくちゃイージーなんで、本当にあの履きやすいと思いますので、うん。でね、思ったより本当に伸びるんですよ、ショーツこれ。生地がめちゃくちゃ伸びるので、うんうん、あのちょっと一回チャレンジしに行きます。そうですね。履ける。わかんないです。まあ保証はできないですけど。そりゃね。確かに保証はできないけど、かけたりとかもしてるんであれですけど、なんかあのご相談いただければその辺はね、うん、あのこれくらい あのサイズ感の人間なんですけど、そうたまにそういうお問い合わせいただくんですけど、そういうのも全然受け付けてるので、身長体重これくらいなんですけど、ジャストサイズどれくらいですかっていう質問結構いただくんですけど、あのまあ骨格とかお好みのスタイルにもよるんで一概には言えないんですけど、うん、まあ、ある程度こうお話はできるかなと思うので、あの DM とかね、こういうコメントでいただければなと思います。はい、そんな感じでぜひトライしてほしいです。はい、といったところになります。今みたいのいいですね。またくれると嬉しいですね。そうですね、明日以降ね、嬉しい。あれと次は2日サヌアですかね。あ、そう、2日はまあ女子だけども、基本的にはまあ途中でカーリーの間も来てくださいもですね、ありかなと思うので、全然ありです。あのその辺は言ってください。男性の方からのリクエストも全然募集してるので。私が喋れるか問題です。喋りますよ。僕は冷やかしでいるんで、その日は。心強いです。はい、というところになります。はい。はい、といったところで、すみません、今日はちょっと本当に大幅にスタート遅れてしまったんですけど。そうですね、時間はちょっと遅れちゃったんですけど。ちょっとあの閉店後にやってることだったりするので、ちょっとインスタライブはね、前からご覧いただいてる方はあのご存知かもしれないですけど、ちょっとこう前後することもあるかもしれないですけど、ご了承いただいてゆるりと見ていただければなと。お。ん？ゴールデンウィークはフルオープンですか？聞き逃してしまったら申し訳ございません。すいません、フルオープンです。フルオープンです。12時19時でオープンしてます。はい、的にはまあでもなんか例えば前後でしか時間ないとかだったら一方連絡くれれば
まあ、全然いや、だったらぐらいな感じですけど、私たちがいればそうそうそうっていう感じなので、ちょっとお土産話みんな聞かせてほしいですね。どうでしょうね。そうインスタ昨日も言ったんですけど、なんかこう洋服以外の話もした方がいいよねっていう、うん、あ、とりあえず連休中河北商店をお邪魔します。あ、ぜひぜひ。あ、ぜひぜひ。あ、田中さん、パンツの修理ありがとうございました。どなたですか。どなただろう。龍一さん、この方です。いや、とんでもないです、こちらこそです。なんか届けてくれるな、みんな、なんか嬉しいですね。河北書店、うん、今なんかやってるんですよね。なんかやってます。あれは、あれは行きたいです、私も。あ、まあ、でもそれこそ1日2日開けて、ね、旅行行くって方もひょっとしたらいるかもしれないんで、まあ、もし四国の方行くんであれば一回顔出してあげると嬉しいですね。そうですね。あっちはちょっとオープンの時間も早いんで、10時から17時間です。今カリアカイブスっていうイベント、まあ、あの本社工場ならではの、うん、あのこれまでのアーカイブだったりとかを改めて、ちょっと買いやすくして、皆さんにご覧いただいたりするのと、まあ、それだけじゃなくて、ちょっとその地元のうちのスタッフがつながりのあるお菓子屋さんとかパン屋さんとか、あのいろんなところがちょっとこうフード出してたりとか、ちょっとしたお祭り感あるイベントにしてるので、楽しそうですよね。はい、ぜひぜひチェックしていただければなと思います。はい、エレクトパールド僕らが、ね、いるので、僕らに会いに来てください。今日もなんかいろんな話してたからな。洋服以外の話も結構してるんで、くだらない話から真面目な話まで。そうですね、うん、くだらない話楽しいですよね。小川さんがだいぶ喜ぶんだよね。本当の雑談が大好きなので。最終は本当の雑談でしたね。そうですね。盛り上がりましたね。恋の話です。そうですね。盛り上がりましたよ。結構ね、いいんですよ、あのその恋のパワースポットとしてもうちは。そうですね。そうですよ。でも相談は多分田中さんにした方がいいです。皆さん、そうそう、あの全て否定するんで。そんなことないですよ。あの、うん、なんだろうな、あの本当に責任感がないので、結構無責任に言いたいことを言えるっていう良さもあります。そう、それが第三者の醍醐味ですよ。あと偏見。そんなに言ったらもう大きな偏見を抱えて僕は、どんなみんな話してくれなくなっちゃう。あるんだよ、実績っていうか。ここの服着てデート行きましたとか。あ、嬉しいですよね。そう、あのずっとついてる子が、うん、あの彼女できて奥さんになって子供生まれてとかもあるし、ね、あ、いい話だ。いい話あんだから、ちゃんと。あ、次回はグラスを片手にお願いします。酒飲んでると思われてるのかな。飲んでないですよ。飲んでないですよ。これあのすごいがっかりされるんですよ。この感じで下戸なんで。私も全然飲まれないんで。逆に言うと怖いよね。このテンションでずっと話せるから、ね。常に私たちこれなので。そういうね、雑談の日も作らなきゃいかんね。おばあさんとでも遠くらい。そうですね。でもグラスの中にあのコーラとソーダで入れて、もして。コーラあればね。田中さんいけますよね。コーラとモップチュされる。アメリカ人みたいな、うん、いやもう半分アメリカ人ですよ。そんな感じです。雑談はいいとして、はい、はい、といったところになりますので、またじゃあ次回は、5月の2日、サナのライブで、これは一応あのウェフトのアカウントとサナのアカウントで、まあ、両方の片方しか入ってない人もいらっしゃるので、いい機会なのでちょっと二分割画面でやれればなと思ってるんで、はい、か、まあ、両方のアカウントで同時配信かもしれないですけど、そうですね、うん、ちょっとどうなるかわかんないですけど、両方のアカウントで見れるので、ご覧いただければなと思うんですが、はい、まあ、結構小川さんが大活躍されることを、お祈りしております。いろんな意味で大活躍するかもしれない。文章がね、どんどん文章がどんどんどっか行っちゃうかもしれないですけど、頑張ります。はい、今日はすいません、この辺で、はい、終わりにしたいと思います。またご不明点とか、疑問点とか、あとインスタライブのリクエストとかは引き続き受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。はい、はい、ではじゃあ今日この辺で、はい、はい、さよなら。はい。さよなら、すいません、失礼します。さよなら、ありがとうございました。